3月14日は、グレゴリオ歴で年始から73日目にあたり、年末まで、あと292日ある。イーライ・ホイットニー、免職機の特許を、取得を蔵大臣の片岡直春、東京渡辺銀行がとうとう破綻をいたしましたと、出現。昭和金融強行に至る。画像は23日の取り付け騒ぎバロック機の作曲家、ゲオルク・フィリップ・テレマン誕生。 火星の地表を研究したイタリアの天文学者、ジョバンニスキアパレッリ誕生物理学者、アルベルト・アインシュタイン誕生。画像は4歳のアインシュタイン世紀末芸術の画家、フェルディナント・ホドラー誕生。画像は代表作、夜帝国主義と平民主義を唱えた、ジャーナリストトクトミ・ソホー・オランダの画家、ヤーコップ・ファン・ロイスダール・ボツ。画像は、ハールレムの眺め。 資本論を表した哲学者、経済学者、カール・マルクス、亡命先のロンドンで、没上寺イーストマンボツ、ロールフィルムを発明し、コダック社を創業した、マシュマロデー。日本発祥で、東、アジア独自のイベント。ありがとうございます。